寺島よしきがお送りする基礎完成英語41回目のポイントです。すいません、お願いします。はい。まず皆さんはこれを考えてください。この1番から6番の中で、はい、不適切、一つだけダメな表現があります。今、しばらく映しておきますので、どれがダメかを考えてみてください。どうぞ。はい、ではお願いします。ニードの語法っていうのをお話ししたいと思うんですけど、まずニードっていうのはですね、1番。一般動詞として使うニードの使い方があります。で、すごく簡単に言うと、本当はこういうこと言っちゃいけないんですけど、欲しいの want ってあるでしょ？want と同じ使い方って思ってください。そうするといろいろ楽になります。いきますよ。例えば、He needs to go. He needs to go. この文が正しいか間違ってるかと言われたら、want に変えてみて、he wants to go って言うでしょ。wants to go. He wants to go. 彼は行きたいんです。ね。want にここのところ書き換えてみて、うまくいけば need は全部正解ですから。じゃあ OK です。じゃあ次は、does he need to go? 今度疑問文ね。じゃあこの文が正しいかどうか、もちろん意味はわかるでしょう。彼は行く必要がありますかと聞いてますが、want に書き換えてみてください。Does he want to go?Does he wanna go? いけます。want に書き換えてうまくいくんだったら need は全てうまくいくんです。次。He doesn't need to go. はい、これも He doesn't need to go. ね。He doesn't want to go って言えますね。want に書き換えてうまくいったので、これすべて3つとも正しい英文です。肯定文、疑問文、否定文で書きましたけど、どれも正しい英文です。じゃあ次行ってみましょう。2番。でもこれは、でも終わればいいんだけど、もう一つね、助動詞として使う言い方もあるんですよ。で、これは、本当はダメなんだけど、一応助動詞だから、例えば can、ね、I can go の can ね。can と同じ使い方ができると、まずは思いましょう。そしたら、can ってさ、疑問文するときに can you とかさ、ね、can he とかできますよね。前に出て can 持ってこれますよね。だから、need you とか need he ってあんまり聞き覚えないかもしれないけど、ありますよ。can he とか言えるのか、need he って言えるんですよ、これ。ね、彼は行く必要がありますか ?need he go? 丸ですよ、これ。ね、can と同じ使い方。もちろん、can not って言うから、need not って言えるよね。そしたらこんなのも言えんじゃない、はい、?he can not go って言えるんだから、he need not go って言えますね。何の問題もないです。はい。はい、気になったことは何でしょうか？それは、can と同じ使い方を OK だと言ってるくせに、he can go って言えるから、he need go って言えそうですね。でもありませんね。お約束は？はい、集中して。助動詞として need を使ったとき、肯定文はダメです。見て。これ疑問文、これ否定文、これ疑問文、否定文。一般動詞として使うならこの使い方、want と同じ使い方がいけます。助動詞として使うんだったら、まあこれ2ついけます。ただ、これだよね。肯定文の使い方は助動詞の使い方にはないんです。じゃあ肯定文で使いたいときは常にこっち行くんですね。ね、肯定文のときは一般動詞を使います。よろしいでしょうか。そして、最後に、need ing ってちょっとめんどくさい話があってですね。これちょっと、ここまでは理解した上で別物ね。need って、後ろ to 不定詞来た時と、ing 来た時で意味違って、need to は何々する必要があるでいいんだけど、need ing は、はい、大事だよ。need の後ろに ing 系来ると自動的にされるっていう受動の意味が入ります。B プラス過去分詞を書かなくても。ね、例えば主語が the door。door は修理される必要があるだったら The door needs to じゃなくて ing 取って repairing って書いたら、もう自動的にドアはリペアされますから、ね。ドアがリペアされ、修理される必要がある。The door needs repairing. ドアは修理される必要がある。というふうになれるので、need to と need ing は、ここの話とは別としてきちんと理解をしておいてください。さて、問題を見てみましょう。どうぞ。さっき私が言ったのは、この中でダメなものを選べと言ってました。ではやってみましょう。これがダメなんだよね。今の解説によると。can で書き換えることができるとき、can で書き換える助動詞的なやつね。助動詞として need を使うとき、肯定文がダメって言いましたね。肯定文がダメ。これ肯定文ですよね。he can go, he need go. これだけはやっちゃダメだよって今言ったばっかりなんで、これが不適切ですからダメで正解です。で、他のものは全部さっきの黒板に載せてありますから、もう一回だけチラッとだけ、はい、どうぞ、トン、はいはいはい。ね。これに載せてありますから、照らし合わせれば、あ、合ってるな、合ってるな、合ってるなってことでは問題ないでしょう。いいと思います。はい、では思います。さあ、これどうやって考えるか。いきますよ。これね、it が主語なんですよ。そして、はい、大事だよ。集中して。need に、needs って s がついてないんですよ。でしょ？ needs ってなるはずでしょ。it が主語だったら needs ってなるはずなんです。needs の s がついてないということは、この need は問題です。一般動詞でしょうか、助動詞でしょうか、せーの。はい。助動詞ですね。それはそうでしょう。一般動詞だったら三人称の後の s がつきますから、it needs になるはずだから、これ can と同じ使い方をしているから、it can の使い方をしてますね。そこまでいいですね。じゃあ次。hardly。hardly は意味、ほとんど何々ないって意味です。これ、よく間違えられるのは、ハードで止まったら一生懸命とか硬いって意味ですね。hardly、ly がつくと hardly ってなると、ほとんど何々ないっていう not の意味です。ほとんど何々ない。ほとんど信じられません。ね。not の意味です。ってことは、この紫の hardly は、こういうことですね。そうですね。そうすると、これ、need not ってことなんですよ。need not ってどっかで見たことあるね。はい、すいません。お願いします。こっち。どこですか？ need not, need not. はい、ここですね。need not ですね。この時、to ある？ to がつくのはこっちだよ。need not の場合、ここに to は出てきません。はい、こっち。need not の場合、to は出てきません。はい、2択。ってなった。そしたら最後に考えることは、it は、ざっと以下を指していて、あ、この単語大事だよ。punctual、形容詞で、時間に正確な。やっぱり時間に正確って大事なことですね。スタジオ入りもしっかりぴったり入る。これね、時間に正確。ね。そして、決して、長々とダラダラと授業しない。ね。ピシッと終わる。ね。これ時間、punctual、時間に正確です。私たちは時間に正確にあるべきだ。ということは、はい、問題です。言うんですか？言われるんですか？我々は時間に正確になるべきだということは言われるんですよね。そうでしょ？ね。私の後輩もいっぱい言われています。時間に正確じゃない後輩がいたら、私は注意はしませんよ。優しいから。ただ、たしなめます。ね。時間に正確にならないと、ね、ご迷惑をかける。スタッフの皆さんみんなにご迷惑をかける。ね。それをちゃんと考えて。ね、行動するようにというふうに、後輩には常日頃お話をしています。ただなんかこういう考え方もあるみたいで、わざと遅刻するっていうね、これ難しいよね。わざと5分ぐらい遅刻するとするじゃないですか。そうすると、そのスタジオの現場の中で一番悪いのは遅れた人じゃないですか。だから、謙虚な気持ちになれるっていうことがある。それを言ってる人もいますよね。だからわざと遅れたことによって、その中で、この空気の中、いくらスタッフがなんか、なんだよこいつと思ったとしても、自分がその時一番悪いから、5分遅れてるから。だから、なんかそんなに気にならないし、腹も立たないし、いい収録ができるっていうこともあるって言ってる人もいます。私は、まああんまり賛成しませんけど、まあそういう考え方もあるのかもしれません。さあ、やっぱり言われるんでしょ？ね。それが言うじゃおかしいから、ね、時間に正確であるべきだということが言われる。ね。ですから答えは、1番が正解で、もう一回言いますけど、need not の後ろだから to は絶対に取らないでくださいね。2度の誤報でした。しっかり復習をしておきましょう。That'll be all for today. ここまでのお相手は寺島由紀でした。また次回。